町の中心から離れた場所に駅を作り、新幹線は最後の命が尽きるまで全力で通過。駅の名前からは全く場所がわからないかわいそうな温泉街の駅前に、町道を不法占拠して作った巨大な廃ホテルをご存知だろうか。どんなに急いでも大宮駅から2時間はかかる場所にある水上温泉のホテル大宮だ。戦前からの生活道路は勝手に潰し、代わりに作った道路はほったらかしにした結果、ボウフラの養殖場となる。温泉街の駅前通りには古くなった看板を落とす。極めつけは建築基準法違反のエレベーターで人身事故を起こして倒産。被害に遭った方は先の大戦で兵役についていた方。やることなすこと全てが最悪だが、県知事を怒らせてまで作った世界最大の廃墟も日本にはある。日本で唯一ウィンカーが有料のオプションという岡山県だ。主に日本語を話すホモサピエンスが最低でも35名が逮捕されたホテルラ・レインボーだ。高さ150メートルという世界最大の回転式展望タワーがそのまま放置された不法侵入のメッカ。不法侵入をした人数はおそらく100名近くはいると思われ、バキバキに割られた窓ガラスに徹底的にデコレーションされた白い壁が人々の目を輝かせる。ウィンカーという存在を知らない岡山県には負けるが、東京とも頑張っている。東京の臨海副都心お台場に外壁どころか中の躯体すらも錆びつき、柱が丸見えという博物館、もとい展示館があるのをご存知だろうか。しかもこの展示館、最初からガラガラ大赤字になるのが分かっていたのに作った。もちろん建設費は東京都民の税金。たったの4年で休館し、23年間も休館したまま解体が決まった共同公展示館だ。税金の使い方をちゃんと理解している東京都には及ばないが、千葉県、失礼、東京都千葉市には旧日本海軍の軍艦が公民館として建っていたのをご存知だろうか。住宅街のど真ん中に世界初という海洋公民館を作った千葉市。そこで今回は廃墟の総集編第2話として、アホな話や真面目な珍風景を紹介しようと思います。ホテル大宮。ホテル大宮といったら廃墟や電車に興味のある方なら聞いたことがあると思います。水上駅から歩いてすぐ電車からも見えるところに立っている廃墟温泉ホテルです。いつものように当時の新聞を集めてみたのですが、その背景には新しい大型旅館に客を奪われ、設備の更新すらできないほど経営が圧迫された中堅旅館の姿がありました。ホテル大宮とは名前の通り、埼玉を地盤とする創業者が大宮の商工業者向けに作った温泉ホテルです。ただ結局は温泉街によくあるホテルとして1963年に開業します。当時のガイドブックを読むと、巨大な岩風呂、万人風呂が名物だったホテル大宮。問題となったエレベーターは新館を増築した1966年に設置されました。そしてこのエレベーター設置の頃から建築基準法に書かれていることを破るなど経営に荒が見られます。創業者に至ってはどこまでホテルと関係しているかは分かりませんが、国会の予算委員会などで名前がたびたび出るほど金銭面を指摘されるほどでした。その一方で1980年になると関越道が前橋まで開通、そして1985年には全線開通を果たしたことで、沿道にはたくさんの大型旅館が開業します。結果、中途半端に大きく、中途半端に経費のかかる中規模ホテルは激しい競争に巻き込まれ、ホテル大宮は保守点検も満足にできないほど経営が不安定になりました。そんな中発生したのが5階からの転落事故です。1989年3月、エレベーターの箱は7階にあるのに、突然5階のドアが開きます。エレベーターが来たと思って足を踏み出した70歳の男性。当然ドアの先には何もないため、そのまま1階まで落っこちるという痛ましい人身事故が発生しました。たまたま落ちた場所が深さ30センチの油と水の溜まり場だったため、幸い一命は取り留めたものの、全治6ヶ月の重傷。しかも最悪なことに事故に遭われた方は、先の大戦で兵役についていた方でした。ありえない事態に群馬県と県警はホテルを調査。すると毎年提出するはずの定期検査報告書すら5年間も出していないことがわかります。県からは建築基準法の違反、警察からは業務上過失傷害で取り調べを受けることになったホテル大宮。経営が不安定なところに人身事故による営業停止、そして客足が遠のいたところで
平成不況の開始、結果そのまま廃業となりました。ここで困ったのが水上町でした。駅前にあるという立地から温泉街のイメージダウンにもつながる。それどころかホテルは町道の上に勝手に作っていて不法占拠している。その上戦前からの生活道路すら勝手に潰していて、その対策として作った地下道はメンテナンス不足でボウフラの住処。極めつけは古くなった看板が道路に落ちてくる。問題だらけの廃墟に水上町は解体を考えますが、持ち主がわからないため解体命令が出せません。競売にかけることも考えましたが、解体には莫大なお金がかかるため誰も買ってくれないことが予想されました。税金で解体することも考えましたが、絶対に市民からは税金の無駄遣いだと指摘されます。議事録に何回も名前が載るほどホテル大宮は問題となりますが、いい解決方法が見出せず、そのまま今に至ります。本当にすごいですね。まあ、今快晴の時なんですごい晴れてるんで、またこれ曇りとかで来たらまた雰囲気違うと思うんですよ。で今日午後から曇りになるみたいなんで、またぜひちょっと突入してみたいと思います。突入つも中は入らないんですよ。別に私犯罪者系 YouTuber じゃないんで。車のウィンカーをつけないことで有名な国岡山県に最低でも35名が逮捕されたという巨大な廃墟があるのをご存知だろうか。使わないなら最初から搭載しない方がいいと、岡山県で販売する車には最初からウィンカーがないとの噂があるが、そんな冗談は置いといて、今回は世界最大の廃墟タワーを紹介しようと思う。しかもその廃墟めちゃくちゃ目立つ。世界最大の鉄道道路併用橋瀬戸大橋が望める丘の上に、世界最大の回転式展望タワーがそびえ立っているのだ。その高さは150メートル。もちろん立派なホテルもついている。開業当時は注目を集めた展望タワーとホテル。しかし現在の姿は見るも無残な廃墟。バキバキに割られた窓ガラスに徹底的にデコレーションされた白い壁。不法侵入した人数はおそらく100名近くはいると思われる。その結果が合計35名の逮捕だ。これ以上の無断侵入、破壊は許さないと、管理者はホテルとタワーを鉄条網で覆い、巨大な警告看板と監視カメラでがっちり固めた。地元の反対を押し切って建設し、盛大にこけた悲しい廃墟。今回も当時の記録をもとになるべく中立に、そして分かりやすく紹介しようと思います。はい、皆さんこんにちは、モヘイジと申します。今ですね、ホテルラ・レインボーの目の前にいます。すごくないですか、この高くないですか、これ。で、この建物、そしてこのタワー、記録を見るとですね、岡山県知事とバチバチに争ったという記録まであるんです。もともとこういう国立公園とか自然公園というのは、自然を残そうという考え方の人と、こういう自然とかがあるのならリゾート地として開発しようという考え方の2パターンがあるんです。で、このタワーとホテルを作ったのは日本ゴルフ開発というリゾート会社でして、そこの会社がですね、当時の岡山県知事とものすごく言い争った、そしてその末このタワーとホテルを建設したという記録があるんです。しかし、もうご存知の通り、そしてもうこの画像で、映像で撮っている通り、ものの見事にこけて廃墟となってしまった。岡山県知事からしたら、ふざけんじゃねえよと、お前あんだけ言っときながら何ポシャってんだよと絶対思うと思うんですよ。しかし瀬戸大橋、まさかこけるなんて誰も思ってないんですよ。だからある意味日本ゴルフ開発も被害者といえば被害者なんですが、まあ、そういった経緯があって、まあ、結局廃墟になったんですけど、めちゃくちゃでかい廃墟なんですよ。だったらみんな来たくなるじゃないですか。で、サバゲーとか、まあ、おそらく YouTuber としても入りたい人がたくさんいたらしくて、その結果35名以上がパクられてるという、まあ、美味しいネタというか悲しいネタを作った、そんな廃墟なんです。でですね、この令和の時代、別にここウクライナ戦線じゃないです、ロシア軍いません。にもかかわらず鉄条網があるんです。すぐ目の前まであります。ちょっと行ってみましょう。まあ、このホテルに通ずる道路もすごい鬱蒼としてて、いい味醸し出してますけど、その左手にあります。どうです、このがっつりと鉄条網ですよ。
マジかと。日本であるんだと。有名になりたい方、ぜひ来てみてください。一発で有名人になれますよ。臭い飯食べたい方、一発アウトで来れます。瀬戸大橋に全てをかけたリゾート業者、ホテルラ・レインボー、レインボータワーのすぐ近くの、ちょっと空き地っぽいとこなんですが、ご覧ください。めちゃくちゃいい画角じゃないですか。瀬戸内海と瀬戸大橋がすごいよく見えるんですよ。まあ、きっと本当にこういう景色が見えるから、ちゃんと日本ゴルフ開発は作ったなと思うんです。絶対うまくいくと。まあ見事にポシャったんですけどね。時は1987年の岡山県倉敷市小島地区。この時、明治時代からの夢だった瀬戸大橋の建設が急ピッチで進められていました。本州と四国が陸続きになる初めての橋。たとえ通行料が片道6300円かかっても、瀬戸大橋は絶対にたくさんの人が通る、そして地元は多くの観光客で賑わう、そう思われていました。しかも時代はバブルの真っ最中。それもリゾート法が制定されて、全国の自然保護地区、景勝地区に巨大なスキー場やホテル、ゴルフ場を作ろうと、役所も民間企業も躍起になっていた時代。瀬戸大橋がかかる北側の町、倉敷市は観光客を取り込もうと、それまで開発に制限をかけていた山、和州山の開発を許可します。瀬戸大橋が見える場所だけ、リゾート施設を作る場合に限り、市街化制限区域の制限を解いたのです。結果、たくさんの開発業者が和州山の眺望エリアに進出します。その一つが世界一高い回転式展望タワー、ラ・レインボータワーと5階建ての巨大なドライブインでした。回転式展望タワーとは、文字通りドーナツの形をした展望台がぐるぐる回転しながら登るアトラクションです。高さ150メートルの鉄塔は今見ても巨大ですが、本当はさらに10メートル高くするつもりだったようです。和州山の開発に否定的だった岡山県から、いい加減にしろと言われて150メートルに落ち着きました。タワーを計画したのは岡山県で3カ所のゴルフ場を経営していた日本ゴルフ開発。足元の経営が順調なことから、彼らは瀬戸大橋沿線のリゾート開発に全力を傾けます。その中心となる施設が世界一高い展望タワーでした。1997年にオープンしたラ・レインボータワーは人気を集め、翌年には船でしか行けない瀬戸内海の小島、小与島にリゾートホテルを開業。さらには水族館も計画し、橋のふもとには海上レストランをオープンさせるなど徹底的に進めました。1992年にはドライブインを改造し、ホテルラ・レインボーを開業します。こうして1993年には過去最高の売り上げとなる年商31億を叩き出しました。そしてどうなったか、すべて廃墟となりました。タワーだらけの瀬戸内海、実は瀬戸大橋が開通する前から悪い予兆は出ていました。それが大鳴門橋、鳴門大橋の開通ブームです。1985年にアジア最大の吊り橋として開通した大鳴門橋、四国が本州へつながる第一歩として注目され、たくさんの人が押しかけたんですが、そのブームはたったの1年で終わり、観光客を見込んだ投資は大きな損失となって帰ってきました。これが瀬戸大橋でも起きるんじゃないか、そう一部の人たちからは言われていたのです。瀬戸大橋が本州と四国をつなぐ大事なインフラであるのは紛れもない事実ですが、開通当時の通行料金は片道6300円、往復だと1万円を超えました。しかも開通から翌年の1989年、平成元年には瀬戸大橋ブームも落ち着き始め、3年後の1991年にはバブルが崩壊します。結果、莫大なお金をかけて作った観光施設が軒並み大赤字となったんです。しかもたちの悪いことに似たような施設が林立し、少ないお客さんを奪い合いました。その似たような施設の一つに展望タワーがあったんです。なんと1987年当時、瀬戸大橋の周りには3本も展望タワーが建設されていました。1本目が香川県の宇多津にあるゴールドタワー、2本目が同じく香川県の坂出にある瀬戸大橋タワー、そして3本目がラ・レインボータワーです。どう考えても供給過剰です。初年度の集客150万人、年間売上30億を見込んでいたラ・レインボータワーとホテルラ・レインボーは、1年目から計画を大きく下回り、日本ゴルフ開発の足かせとなっていきました。解体にも数億円、景気の後退、
予想よりも少ない橋の利用者、そして想定を下回る観光客、物の見事に最悪な状態に陥った経営陣ですが、実は最初からこのようなリゾート施設は作るなと強く反対していた自治体がいました。岡山県です。実は岡山県、瀬戸大橋ブームに乗った和集山の開発はやるべきではない、瀬戸内海が望める綺麗な景観を守るべきだと考えて、県知事を筆頭にラ・レインボータワーなどの乱開発を止めようとしていました。瀬戸内海の経済を紹介する専門雑誌には、当時の県知事と経営陣は大激論を交わしたと記載があります。レインボータワーの開業が1990年と瀬戸大橋の開通よりも遅いのは、岡山県がタワーの建設を止めていたからです。しかし結局タワーは完成。開業から7年後の1997年、大赤字を理由にタワーとホテルは閉鎖されました。国会図書館で東証信用録を調べてみたところ、1995年の時点で売上は7億円にまで減っており、首が回らない状態となっていたようです。最後は本業であるゴルフ場の経営も傾き、2006年日本ゴルフ開発は430億円の返せない借金を抱えたまま倒産しました。それから26年間放置されている展望タワーとホテル、瀬戸内海が一望できる山の上に立つ廃墟は注目を集め、ヤンキーの遊び場となり徹底的に破壊されます。そしてそんな廃墟で遊ぼうと、サバゲー愛好者や YouTuber が不法侵入を繰り返すようになり、大量の逮捕者を出すまでになりました。関係者の思いとしては、本当は開発業者に売ったり解体したいそうですが、展望タワーは世界最大です。解体するには特殊な機械を用意する必要があり、数億円かかるため、今もこのままとなっています。実はあの対岸の香川県に、現役では世界一高い展望タワーというのがありまして、今回ですね、あの実際にどんな景色が、まあ、対岸ですけど見れるのかというのも、まあ、今回私あのモンヘイジ行ってこようと思います。はい、ということでやってきました、香川県側です。こちらの高さ132メートルでですね、実際に見れる高さは108メートルまでだそうです。瀬戸大橋タワーです。本当にずらっとプラスチックの椅子が並んでる感じですね。こちらの瀬戸大橋タワー、精神年齢が大人の方は800円で乗れます。結構見晴らしもいいので、ぜひ一度は乗りに来てみてください。余談ですが、瀬戸大橋の観光客を見込んで失敗した展望タワーはレインボータワーだけじゃありません。ゴールドタワーも2001年に営業を一時やめました。その一方で計画で止めといてよかったという展望タワーもあります。実は岡山県が反対していなければ4本目の展望タワーが作られる予定だったんです。なんと関西の私鉄京阪電鉄が吉間に作ったフィッシャーマンズワーフの経営がうまくいかないからと、高さ150メートルの展望タワーを計画していました。もし作っていたら、京阪は経営が回復するどころか凄まじい損失を抱えて地獄のような経営状態になっていたと思います。東京の臨海副都心お台場に、外壁どころか中の躯体すらも錆びつき柱が丸見えという博物館、もとい展示館があるのをご存知だろうか。しかもこの展示館、最初からガラガラ大赤字になるのが分かっていた。もちろん建設費用は東京都民の税金から出ている。たったの4年で休館、それも無期限の休館となり、22年間も閉鎖したままという展示館、そんなのどこにあるんだよと言いたくなるが、青海橋の隣にある。前回紹介した3年で通行止めとなった道路橋だ。そのすぐ隣に、予想通り大赤字で無期限の休館となった展示館がある。その名前は共同港展示館。青海橋の方は当時の経済情勢や世論、政治などが複雑に絡み合い、完成直後に都市計画が大幅に変わった結果、仕方なく廃止されたことは前回の動画で説明した。しかし今回の施設は最初から使う人が少ない、つまり必要とされていないことが分かっていながら作った。どうしてこんな展示館が作られたのか、今回はお台場の廃道、廃墟の後編としてその真相に迫りたいと思います。すごいよね、
30年近く廃道なままとなったと廃道なままとなった道路に20年以上使われていない展示館、たったの数年間しか使われなかった展示館が老朽化なのか、もう緑のネットがかぶせられてますね。このまま解体となるのか、それともまた復活するのか、はたまた活用されるのか、近くまで来て分かりました。なんでネットがかぶさってんのか、もうがっつり錆びてますね。補修ですかね。もともとこういう形だったんでしょうか。まあいずれにせよちょっとベコっていっちゃってますね。いっちゃってる系ですね。東京トップクラスの防災都市、お台場や有明といったらゆりかもめやビッグサイトなど観光やイベントで行く街、湾岸のタワマンが好きな人以外住むイメージが湧かないと思います。しかし実はお台場と有明、東京最高レベルの防災対策、そして環境対策がなされた先進的な計画都市なんです。実際東京都は地震に関する危険度測定調査というのをインターネットで公開しており、お台場は一番危険度が低い青で書かれています。そもそもお台場や有明は最初から繁華街、そしてベッドタウンにするつもりでいたため、他の埋め立て地と違いゴミの処分場にはせず、都心の土木工事で出る土砂のみで島を作りました。そして関東大震災が来てもびくともしない、それどころか24時間365日眠らない世界最先端の情報都市になるよう街を設計しました。東日本大震災が来ても火事が起きた以外、液状化やライフラインの寸断といったニュースは聞いていないと思います。これはお台場の計画が始まった1985年東京テレポート構想のもと、東京都が創造する最強のインフラ都市を作ったからなんです。そしてそんな数あるインフラ施設の一つに共同港というのがあります。共同港というのはざっくり言うと、道路の下に大きなトンネルを掘り、その一本のトンネルに上水道や下水道、電気、電話線、都市ガスといった全てのライフラインをまとめてしまおう。修理がしたいとき、地震が起きたときはそのトンネルに潜ればすぐに壊れた場所がわかるから、景観にも防災対策にもいいというものです。お台場は当時世界最大級の共同港ネットワークを持っていました。それを一般の人にも見てもらおうと作ったのが共同港展示館です。豊洲の東京万博をもう一度、駅前や再開発した街に多い共同港ですが、地下に眠っているため存在すら知らない人も多いです。そのため共同港の展示館を作ってもあまりお客さんが来ないのは目に見えていました。ではなぜ作ったのか。それは1988年、当時の東京都知事が臨海副都心のアピールとして万博のような世界規模の祭典を開きたいと言い出したからです。そしてそのパビリオンの一つが共同港展示館なんです。当時の東京都知事は鈴木俊一という方でした。彼は1964年の東京オリンピックでは副知事として開催計画をまとめ、続く1970年の大阪万博でも事務総長を務めた実績のある方です。もちろん世界規模の祭典がもたらす経済効果はよくわかっています。しかも鈴木氏は明治生まれ、幻で消えた1940年の東京万博を復活させたいと思っていました。実は戦前昭和15年の日本は2月に札幌オリンピックを開催し、3月から8月は豊洲と晴海、そして横浜の山下公園で万博を開催、さらには9月に駒沢と明治神宮外苑で東京オリンピックを開催というぶっ飛んだ計画を立てていました。ちなみに最初は東京オリンピックも辰巳でやる予定でした。しかし時代は第二次世界大戦、当の日本も中国との全面戦争で全く余裕がなくなり、もともと無茶だった計画は破綻、全ての開催を返上してしまいました。この万博の復活と臨海副都心の起爆剤として計画したのが1996年の世界都市博覧会です。賠償金340億円、世界都市博覧会が目指したもの、それは21世紀に向けた未来の世界都市の姿です。大地震や高潮が来てもびくともしない二重三重の高性能なインフラに支えられた世界最先端の情報都市、お台場の一部を公開し、臨海副都心の素晴らしさを知ってもらおう、こういったコンセプトにのっとって共同港の中が見られる展示館が計画されたんです。しかし東京都民の反応は冷ややかでした。
というか現場や実際に計画を進める職員関係者も、ただでさえ副都心の開発でめちゃくちゃ忙しいのに、その上世界都市博覧会なんかできるわけない、必要ないという思いでした。そして実際に形に現れます。1995年4月9日東京都知事選挙で世界都市博覧会の中止を掲げる青島氏が当選したのです。そして彼は公約通り博覧会を中止します。しかし中止するには遅すぎました。開催まであと10ヶ月、もういろんなところが動き出している、工事をしている真っ最中に計画を白紙にしたんです。中には今までの仕事を整理し、博覧会のためだけに仕事をしている人もいる中での世界中の関係者に対する謝罪、損害賠償となりました。ちなみに保証額は340億、被害を被った企業は1800社以上です。また急な計画中止はいろんなところに歪みを生みます。6億円の展示館、一度作ったら何十年と使うことになるインフラ施設、そしていろんな利害調整が必要なお役所のお仕事は、巨大な車輪のように動き出すのは遅いけど、逆に動き出したらなかなか止まらない特徴があります。それがいいか悪いかは別にして、共同公展示館もすでにデザイナーと契約し、契約段階に入っていました。世界都市博覧会の中止を決めた青島市ですが、その後の整備計画などはほぼそのまま承認と、中途半端な整理をしたまま任期満了で都知事を辞めてしまいます。都議会でも共同公展示館は作る意味があるのか、見直しをお願いしたいと指摘があるも、共同公の担当者は世界最大級の立派な共同公を見てほしいとの思いから、そのまま建設計画を進めてしまいました。かくして誰の目にも大赤字必至の展示館が約6億円かけて建設されます。最初からあまりお客さんが来ないことが分かっていたため、土日や学校の春休み、夏休み限定で開いていましたが、それでもガラガラで、開館から4年後の2001年、共同公展示館は無期限の休館となりました。現在一部の壁が外され、中の躯体が見えていますが、どうするんでしょうか。あなたはほぼ人口100万もいる政令指定都市にこのような変わった公民館があったことをご存知だろうか。通勤電車が数分おきに来るベッドタウンのど真ん中に、旧日本海軍の軍艦が公民館として立っていたのだ。これが公民館と聞き返したくなるが無理もない。日本どころか世界初、果ては日本唯一の海洋公民館だったからだ。その名前は千葉市海洋公民館小島。先の大戦では旧日本海軍の海防艦滋賀だった艦艇だ。戦艦大和の海上特攻の先兵にもなり、第一護衛艦隊として潜水艦や戦闘機を紹介した海防艦滋賀。しかも戦時中敵潜水艦を沈め、さらには戦闘機を2機撃墜した話まである。それだけではない、戦後は北朝鮮、旧ソ連からの引き上げ船としても活躍。最後は海上保安大学校の生徒が訓練の集大成としても使う遠洋航海の練習船にもなった。日本を代表する親善船にもなるような艦艇がどうして千葉市の公民館になったのか。今回も千葉県、そして千葉市の図書館のご協力のもと、片っ端から記録を集めてきたので、その真相に迫りたいと思います。海防艦滋賀の誕生、時は1944年11月、サイパン、グアムも陥落、 B29 の本土空襲が始まった戦争末期、ウクル型海防艦の一つとして滋賀建造が始まりました。海防艦とはその名の通り、日本の沿岸にいる敵潜水艦や戦闘機を監視して撃墜する船のことです。巡洋艦や駆逐艦よりもはるかに小さい防御に特化した軍艦です。特に日本の船を沈めまくっているアメリカの潜水艦をターゲットにしていました。一日でも早く完成するよう工程を限界まで短くしながら、当時の日本最高レベルまで探知能力を高めた海防艦滋賀、翌年の3月20日無事竣工し、すぐに最前線へと投入されました。訓練もろくにできないどころか、水兵の一部は14歳の少年兵、おまけに指示を出す士官は全員元民間人で、アメリカやヨーロッパを行き来した船長たち。地獄のような訓練をしながら任務を全うするのですが、それは戦艦大和が沖縄出撃をする航路を事前に掃海せよというものでした。実は海防艦滋賀、竣工したのは終戦まであと4ヶ月、戦艦大和が沖縄へ海上特攻する直前でした。広島の呉から出撃する大和以下第二艦隊は、途中九州と四国の間豊後水道を通る、だから事前に敵潜水艦をチェックして沈めろと命令を受けたのです。そして命令を受けた翌日、
なんと滋賀は敵潜水艦の撃沈報告を挙げます。真実、訓練を始めてたったの6日で敵潜水艦を沈めるという戦果を報告した滋賀、さすがにすごすぎます。本当だったらです。結論から言うと、おそらく戦果5人、つまり敵潜水艦を何かと間違えたか、沈んだように見せかけて潜水艦が逃げたです。実はこのうますぎる話に疑問を持った木更津高専の方が、アメリカ軍のすべての潜水艦の記録を調べて、その日沈んだ潜水艦がいないことを確認しているのです。別に旧日本軍だから大きく戦果を報告していたのではありません。海の中に潜り姿が見えない潜水艦を沈めたかどうかは、浮き上がってくる油や気泡などでしか確認できません。そのため撃沈確認はものすごく難しく、訓練期間があまりにも短い滋賀の水兵は判断を間違えたのです。そしてこのような悲しい話はその後も続きます。なんと現地の証言や言動を逐一検証していくと、全ての戦果が疑わしいのです。つまり解剖艦滋賀は一隻も沈めていない、一機も撃ち落とさずに退役した可能性のある軍艦なんです。戦争とは平和な時代と違い、相手を叩いてなんぼです。戦果のない船は存在価値がありません。しかし解剖艦滋賀は他の多くの軍艦と違い、戦後になってから大活躍するのです。6万個の機雷、戦後 GHQ は残っていた日本軍の軍艦を東京湾と佐世保に集めます。そこで武装解除された滋賀は日本近海の掃海任務に就くことになりました。掃海とは海に浮かぶ地雷、つまり機雷を取り除くことです。戦時中、日本軍とアメリカ軍は互いに相手の計画を邪魔しようと、何万もの機雷を日本各地に投下しました。日本軍だけでも5万5千個、アメリカ軍の合わせると6万7千個です。自分の家の周り、学校の周り、会社の周りが地雷原と考えたら、恐怖以外何者でもありません。そのため取り除くのが比較的簡単な旧日本軍の係留機雷を、滋賀は他の解剖艦たちと一緒に掃海したのです。3万もの機雷を掃海した後、滋賀はアメリカ軍の下関・釜山連絡船に着き、さらには気象観測船へ改造されます。適度な大きさを持ち、改造がしやすい船が旧日本海軍の解剖艦だったのです。特に戦後、日本の気象観測はかなり弱っていました。そこで解剖艦を再改造し、気象観測設備を乗せて農業や漁業に役立てようとしたのです。最終的に海上気象観測は国の資金不足で数年で中止となりますが、待っていたのは海上保安庁でした。当時国が持つ立派な船は旧日本海軍の解剖艦ぐらいしかない時代です。他の生き残った軍艦はかつての敵国へ賠償船として持っていかれたり解体されていました。また滋賀は他の解剖艦と比べても設備が整っていました。それは戦後、下関と釜山を結ぶ米軍向けの観光連絡船に改造されていたからです。つまり客室や風呂、トイレが整っていたのです。そこで1954年3月、元解剖艦滋賀は小島へと名前を変え、海上保安大学校の遠洋航海の練習船へ抜擢されます。アメリカ大陸へ。海上保安庁の練習船は遠くハワイやサンフランシスコまで航海します。そのため何度も改修工事を受けるのですが、その途中北朝鮮、そしてシベリアからの引き上げ者も運びました。ただその栄光も長くは続きませんでした。1963年にもなると収益から20年も経ち、さすがに古くなったのです。長い遠洋航海には使えないほどボロボロになっただけでなく、翌年には2代目小島が竣工。1964年、ついに初代小島は除籍されました。しかし海上保安庁はまだ活用方法を考えていました。初代小島を教育施設として使ってみないかと、日本海洋少年団に打診したのです。そこで名乗りを上げたのが、千葉市と広島県の呉市でした。千葉市と呉市は激しく争いますが、千葉市のアイディア、海上公民館計画に軍配が上がり、見事誘致に成功します。こうして1966年、稲毛海岸に元軍艦がそのまま公民館になったという、世界初、そして日本唯一という変わった公民館、海洋公民館がオープンしたのです。しかし、解剖艦時代も練習船時代も、滋賀、小島は千葉と関係ありません。どうして千葉市は必死になって誘致したのか、それは戦後の東京湾開発計画にありました。
元海の町、もともと東京湾は有明海のようにどこまでも干潟が続く遠浅の海岸が広がる海でした。東京の名産の一つに浅草海苔や佃煮が上がり、日本初の民間空港が千葉市の稲毛海岸にあったのはその名残です。しかし大正時代以降、東京湾は工場だらけの埋め立て地へと変わっていきます。京浜工業地帯、京葉工業地域のことです。特に戦後の千葉県千葉市は本気でした。1950年頃の千葉県は、県庁のある千葉市ですら人口がたったの13万という、県全体が寂しい場所でした。自分たちも東京の隣、東京湾に面しているという立地を最大限生かして発展したい、そう思った千葉県と千葉市は、戦後猛烈な勢いで巻き返しにかかったのです。その規模は凄まじく、日本最大級は当たり前、ものによっては世界最大級という超巨大開発を浦安から富津にかけて計画しました。現在の京葉工業地域と千葉港、そして幕張新都心です。その中心である千葉港なんて、今でも港の広さ日本一、貨物取扱量日本一、世界で見ても第6位と日本最強クラスです。当時の市の広報を見ると、みるみる発展する千葉の街並みに自信満々なのが伝わります。しかし同時に、彼らは今まであった風光明媚な海岸を失いました。もともと千葉市の海岸は湘南や鎌倉、逗子のようなベイエリアの高級別荘地帯でした。それを開発によって全て破壊してしまったのです。千葉は発展したけど、もともとは綺麗な海の町だった、それを後世の子供たちにも知ってほしい、そう願って作ったのが、全国でも例がない元軍艦を使った海洋公民館なのです。日本最後の軍艦、今でこそ東京と千葉をつなぐ京葉線の周りは全部住宅地や工業地帯となっていますが、1960年頃の千葉はまだかなりの干潟が残っていました。そこで稲毛海岸に地元住民少年団向けにヨットハーバー宿泊施設を用意し、その目玉として小島を岸壁に横付けしたのです。現役当時の操舵室やベッドといった備品がたくさん展示され、臨海学校として小中学校の生徒が泊まることもできた小島は、運営に支障が出るほど大人気となります。しかしその栄光も長くは続きませんでした。1966年にオープンした海洋公民館ですが、それから3年後の1969年には第二次埋め立てが開始、人口30万人が住む大ベッドタウン計画が始まったのです。結果、稲毛海岸から海浜幕張にかけて巨大な住宅街、大型施設が立ち並ぶ今の風景が出来上がりますが、その代償として海洋公民館はベッドタウンのど真ん中に小さな池が残り、練習船小島がポツンと浮かぶ中途半端な施設へとなり果てました。そして時代の変化はさらに小島を辛いものとします。1988年、大阪でプリアムーリエ号火災事故という大事件が起きて、戦時中に作られた避難しづらい、そして助けづらい小島の構造が問題となったのです。そこで消防法や建築基準法に適合させようと、千葉市は小島の改修を頑張って行いますが、最後は通路や階段を2倍に広げる必要がありました。もちろん小島の船体にそんな余裕などあるはずもなく、1993年小島は閉鎖されました。しかも建造から50年近く経った小島は、戦時中のありえないほど低レベルな資材で作られていたこともあり、ものすごく傷んでいました。日露戦争で活躍した戦艦三笠を除くと、旧日本海軍時代の軍艦は元海防艦滋賀しかありません。地元の方々は何とか残すよう必死の署名活動などを行いますが、千葉市はこれ以上の保存はできないと判断、1998年解体されました。現在海洋公民館があった場所はスポーツセンター、そして公園となっており、当時の装備などが一部展示されています。